世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は土曜日で、正解がなかったので空いていたんですが、この世界で一番短いお話を3つ取らなければいけないんですね。今日はその1つ目です。そして、聖書の価値は求めなさい、そうすれば与えられますです。祈りは特別な祝福です。クリスチャンが祈りを使うか使わないかで人生に大きな差が出てしまうんですね。私は祈りを通してたくさんの恵みと祝福を見ました。主はたくさんの恵みと祝福を皆さんに祈りを通して与えようとしていますので、どうぞ熱心に祈っていただきたいと思うんですね。それで私は大学を卒業するときに病気が発見されて、そしてですね、普通の人の3分の1の血しかないということで療養生活に入ったんですね。そして療養生活が終わって、そして、就職したんですが、その時に実は大変なことが起こったのです。開拓教会を手伝っていたんですね。ちょうど私が鍵を持っており、宣教師がその責任を持っていたわけですね。そして日曜日の集会の終わり、宣教師が帰った後に私は一人鍵を持って教会の中に残っていました。そうしましたら吐き気が来てですね、そしてですね、チョコレートのようなものを吐いたんですね。これは血です。吐血をしたのですね。吐血をすると大変危険な状況になります。私もこの心臓を調べてみたんですね。それでは心音がないのですね。死んだかなと思ってですね、よくよく調べてみたら、タタ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 って脈みたいな弱さで心臓が動いてました。まあ、これは救急車だなと思って救急車を呼ぶかなと思ったんですが、しかし救急車は華々しいのでちょっと恥ずかしいなと思ったので歩いて帰ることにしたんですね。これは非常に危険なことでした。200メートル行くのに20分かかって、そばでタクシーの運転手が非常に不安そうな顔で私を見ていたんですね。で、私はこれは帰れないというのが分かったので、すぐタクシーに乗って家に帰りました。そして家で寝ながらこもったんですね。これ本当のことをお医者さんに言ったらすぐ入院になるなとこもったんですね。ちょっといろいろやることもあるからどうしようと思ったんですが、次の日病院に行った時に私が正直にその症状を言いますと、お医者さんは真っ青な顔になって死ぬから動かすなというふうなことをね、こう言われました。それで私はですね、前日から比べはだいぶ良くなっていたのでちょっと笑ってしまったんですね。そしたらお医者さんは恥ずかしそうな顔してすぐ病院行きなさい、入院になるということで、そして病院に行ったら即入院となってしまったんですね。そして吐血をしましたので、お医者さんは手術をするということだったんですね。それで私はですね、手術はされたくないとこういうふうに思ったんですね。それで手術されない方法はないかとこう考えたんですね。それでまず検査があって治療に入るわけですから、吐血をした場合にその胃に傷がありますね。私はこう思ったんですね。治っていたならばこれは手術には持っていけないだろうと、だから検査の前に治るようにこの祈ろうとこう思ったんですね。そして検査の時に治っていればもう治療をする必要ないので、この手術される必要はないわけですね。それで私はですね、検査までに治るようにと祈り始めたんですね。そしたら一日祈ってちょっと気が変わりました。それは何かというとそんなことはないんですが、あまりにも見事に治っていたらなんか偽病気で入ったと思われても嫌だなと、そんなことは思われることもないんですけども、出血してだいぶ血もなかったのでですからですね。しかし私はそんなふうに思っちゃったんですね。そしてですね、こう考えたんですね。もう治っていい、しかし病気であることが証明されるためにはどうしたらいいか。
で考えついたのは、胃の傷が治っていて最後の最後のところがちょこっと残っている、そういう状況だったらもう治ってるんだから手術はできないし病気であることも証明できるからそれがいいと思ったんですね。そして私はですね祈りを変えました。完全に治るようにからですね、治っているんだけど最後の最後の治りかけのところがちょこっと残っている状況、こういう状況にしてくださいと祈り始めたんですね。そしてですねいよいよ検査の時になったんですね。検査の時お医者さんとそれから、胃カメラをこのする技師と2人つきました。そうしましたらですね胃に影が映っていたんですね。そして2人の意見は分かれたんですね。1人は完全に治っていてこれは写真の影だって言いました。しかしもう1人は言ったんですね、いやこれは最後の治りかけのところがちょこっと残っているところだと。さらに調べた時にそれが最後の治りかけのところがちょこっと残っているところだということに分かったのですね。まさに私の祈った通りでした。祈りは聞かれます。祈りには特別な恵みがあります。どうぞ皆さん熱心に祈ってください。私はその時ですね手術することなくまた病気であることも証明されたのです。どうもありがとうございました。